ブルジュ、アルアラムは、アラブ首長国連邦、ドバイの新しいビジネス街である、ビジネスベイに建設中の超高層ビル。2012年完成予定だったが、2013年の終わりに正式に建設中止が決定した。ブルジュは、アラビア語で、タワー、アルアラムは、ワールドの意味であり、ワールドタワーの意味である。高さは510メートル、108階建てで、 ドバイの完成済み、建設中のビルの中では、ブルジュ、ハリファ、ペントミニアムに次いで3番目の高層建築になる予定だった。事業主は、ドバイで多くの超高層ビルを所有する、フォーチュングループ。設計は、日本の日建設計。構造設計は、アラップジャパン。総曲線のような構造のビルである。地上108階のうち、 オフィスが74階分を占め、その上層外27階分に高級ホテルができる。ホテルの客室としては世界で最高層のものとなる。また6階分のフロアを占めるハンマー,ームやスカイガーデンなども作られる。30機のエレベーターのうち19機は2階建てエレベーターとなる。2006年11月12日から建設が開始され、 当初2009年に完成予定であったが2007年以降の世界金融危機や2009年のドバイショックなどにより建設が中断2013年に建設計画中止が正式に発表されたバージエールアラムドバイ2016年3月11日へ閲覧バージエールアラムザワールドタワーページ21フォーチューングループ2008年3月10日へ閲覧 バージー AL アラム、ドバイ。2016年3月11日へ閲覧。1アメリカドル、BN バージー AL アラムキャンセルドバイレラ。2016年3月11日へ閲覧。ありがとうございます。